テゲバジャール宮崎全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦始まりました。 MC の甲斐杏奈です。この番組はテゲバことテゲバジャール宮崎の魅力をがっつり発信していく60分の番組です。本日も宮古シティ3階のスタジオから生放送でお届けします。そしてですね、なんと今日から観覧再開しましたということでですね、もうスタジオの前にはサポーターの皆さんが駆けつけてくださっているんですけれども、本日この方ゲストということで、また自己紹介お願いします。背番号2番、青山生きるです。はい、青山選手よろしくお願いします。お願いします。どうです、観覧再開一発目に幸先のいい、運いいっすね。いいのかな、運いいっていうか、前回もこんな感じそうっすねだったかなと私記憶しているんですけれども、皆さんご家族の方ですか？そうですね、ご家族の方ですね。ご家族 の, あのお兄さんお姉さんママもいるのかな。いっぱいいますね。そうそうね。青山選手がもう始まる前からちょっと照れくさそうにだいぶっすねいたんですけれども、はい、あの愛されてますね。そうなんですかね。はい、ありがとうございます。ただあの青山選手結構前回ラジオにご出演いただいた時も、はい、まあ、ちょっと個性が大爆発。そうですね、ちょっとふざけすぎましたね。どうします今週、今回今週はもう真面目に、えちょっと前回、はい、まあ、いろいろ放送事故とかちょっと炎上してたんで言われてちょっとまあ バズってるのか炎上なのか、炎上してるのか分かんないですけど、まあ、心も傷ついたんで今回は真面目にハートブレイクされたんで。しちゃったんですか、はい、そうなんですね。真面目にいきたいと思います。じゃあまああのね、いつも笑顔の青山選手はもう本当に印象的なんですけど、今回はまああえてちょっと、そうっす、ちょっとちょっと落とし目で落ち着き目の、はい、ちょっと大人な感じで、まああのゴール決めた、はい、俺は違うぜとちょっと成長したぞっていうのをラジオで見せればいいかなと思います。じゃあそんな青山選手の成長ぶりをですね、今日のこのラジオおとい三冠日に、はい、三冠日って書いてますね、皆さんにご覧いただければと思いますので、ぜひ皆さん本日も1時間お付き合いください。そしてですね、番組中であの先週ね、あの匂わせたあれがあるんですけれども、はい、なんすか、あれについても、あれについても、あれについても後ほど後ほどお伝えしたいなと思いますので、お楽しみに。はい、番組ではテゲバサポーターのあなた、まだそうではないあなたからの質問やメッセージお待ちしています。メールの宛先はリクエストアットマーク 3fm.co.jp、 サンシャイン FM が聴けるスマートフォン専用アプリ FM プラプラからは簡単にメッセージお送りいただけます。無料アプリなので、アルファベットで FM、 カタカナでプラプラと検索してぜひインストールしてください。またツイッターではハッシュタグテゲバとつけてつぶやいてください。そして本日もやります、ツイッター限定ハッシュタグ勝手に1曲目予想、ぜひ皆さん番組1曲目に流れる曲を予想してつぶやいてくださいというコーナーなんですけれども、こちら毎回番組開始までの参加となりますので、ご了承いただければなと思います。また来週以降もやりますのでね、ぜひやったことない方はご参加いただければと思います。当選した方というか正解した方の中から抽選で1名様に番組スタッフが自腹で、はい、自腹でテゲバのステッカーをプレゼントしますという。それは選手も参加していいんですか？ちょっとこれまでにはなかったんですけど、ね、ちょっと興味があればぜひツイートしてみてください、はい、ということで、あのもしね当選者の方がいたら、ぜひ青山選手にもサインをそうですね、いただければなと今回当たった人にはいらっしゃるんでしょうか、はい、後ほどかかる1曲目皆さんお楽しみに。テゲバジャール宮崎全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦、この番組はテゲバジャール宮崎を全力で応援する新富町株式会社名工社宮工シティ有限会社小木田の提供でお送りします。電気、水道、空調、太陽光、リフォームなど暮らしの困っていることは名工社にご相談ください。名工社の優秀な技術スタッフがピカッと解決します。相談はフリーダイヤル0120-786-640、悩む無用と覚えてください。 T ポイントも使えます。皆さん、新富町といえばレンコン、赤ウミガメ、サーフィン、キュウリにピーマン、ちりめん、ライチ、
そしてゲゲバー、子や孫たちが帰ってきたくなる町へ、新富町はヘゲバジャーロ宮崎を応援しています。宮古シティにサザエさんがやってくる、サザエさん展ザリアル、リアルなサザエさんにリアルなアフレコ体験で、あなたもサザエさん一家に仲間入り。サザエさん展ザリアルは17日まで開催中。宮古シティにレッツゴー。Tirar a la puerta. Gol. Marcar un gol. Gol, 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 gol. Gol, gol. Golazo. Queremos ver muchos goles de Teje Bájaro. Cogito está apoyando a Teje Bájaro Miyazaki.全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦は、久しぶりの観覧再開、そして選手の方がスタジオにインということで、はい、青山生きる選手にお越しいただいております。お願いします。よろしくお願いします。さあ、あの先ほども告知しました、はい、ハッシュタグ勝手に1曲目予想、はい、本日はボーイでマリオネットをお届けしましたけれども、正解者の方いたんですか。なんと、はい、なんとなんとですよ、はい、いらっしゃいました。ガチですか。いました。お一人だったかなと思います。おめでとうございま す。あの今日がですね、氷室京介さんのお誕生日ということですよね。はい、なるほど。ということでボーイでマリオネットだったんですけれども、ボーイで他の曲をちょっと予想してる方も何かいらっしゃったんですけど、惜しくてマリオネットの方お一人だったかなと思いますので、じゃあの青山選手にタイムを分かりましたいただきまして、はい、はい、したいと思います。またサンシャイン FM の Twitter アカウントの方からご連絡させていただきますので、あとはチェックください、はい、ということで、ここからテゲバプレイバックお届けしていきたいと思います。今日は10月3日に行われた明治安田生命 J3 リーグ第21節テゲバジャーロ宮崎対ガイナーレ鳥取との対戦を青山選手と一緒にプレイバックしていきます。お願いします。この日のスターティングメンバーはゴールキーパー上田、ディフェンダー青山、大畑、大、奥田、ミッドフィルダー渋、前田、徳永、渡辺、フォワード藤岡、梅田というメンバーでした。さあ、9月を3勝1分けでリーグ3位につけたテゲバ、投手のバランスも取れてきており、はい、好調を維持して勝利なるかという一戦、ビジター席にも設置されてサポーターの方が現地に駆けつけましたね。青山選手、この試合の意気込みいかがでしたでしょうか。やっぱアウェー席にサポーターがいるって結構心強くて、うん、テンション上がりましたね。やっぱりこう応援されてるって言いますか、またより身近にと言いますか、太鼓の音だったりもね、勝たないといけないってやっぱより思いますね、うん、来ていただくと。その思いを背負っての何としても勝利をつかみたい一戦、はい、前半から振り返っていきます。前半からアウェーに乗り込んだテゲバが試合を優位に進めます。青山選手、奥田選手の両サイドバックも果敢に攻撃参加し、熱い攻撃を仕掛けますが、相手のゴールをこじ開けることができず、前半は無得点、0対0で折り返しました。さあ、この前半、はい、どちらがちょっと主導権を握るかっていう展開の中で0対0で折り返しましたけれども、前半振り返っていかがですか。そうですね、まあ自分たちボール握って、でも相手の出方を見ながらしっかり、なんていうんですかね、相手の穴を見つけて、そこをうまく利用できたシーンが何回かあったんで、うん、まあ、これを続けていけば後半は点取れるかなっていうのはありましたね、試合中は。じゃあもう前半で見つけた、まあ、チャンスをちょっと後半でいかにものにできるかっていうところをまた狙っていったということですね。守備も継続しつつ得点も狙っていくということで、はい、後半に入るとゴールラッシュを見せます。まずは後半の立ち上がり、右サイド青山選手がゴール前の梅田選手へ、梅田選手がダイレクトで青山選手へ返すと、左足でのコースを狙ったシュートが見事決まり先制。はい、青山選手も大きくうなずいていらっしゃいましたけれども、素晴らしいシュートでしたね。おめでとうございます。ありがとうございます。もうね、このゴールもあってか、今日サンシャイン FM にこう入ってきた時の顔がもういやキラキラ輝いて、もう ご出勤かなって言って、もう切り替えてますよ次に向けて。本当ですか、はい、でも見事な、初得点でしたけれども、感想いかがでしょうか。いや、なんかあの形でシュート打ったことなかったんで、ほとんど、はい、練習でも決めたことなかったんで、自分が一番びっくりしてました、ね、
これまでに本当にやったことない形ででも見事にゴールが決まったと、また可能性がちょっと広がりました。新たに見えてきたゴールでしたね、はい、そしてこの青山選手の J 初得点がケチャップドバドバの引き金になります。さらに1分後、梅田選手が右サイドハーフウェイラインからドリブルで駆け上がると、そのまま持ち込み右足一閃、2対0とします。これで梅田選手は3試合連続ゴールとなりました。さらに54分、渋選手が左サイドの奥田選手へパスを送ると、ドリブルで中へ切り込んで放った右足のシュートが決まり3点目、古巣相手に J 初ゴールを決めました。これも本当にすごかったっすね。奥田選手持ってるなと思ったんですけれども、あのインタビューで試合が終わった後の、まあ、クロスも選択肢にあったけど、まあ、思い切って狙えるんじゃないかと思ってシュートを選択したと。よくすごいですね、そこでシュートしてくれたなという見事なゴールでしたね。そしてダメ押しは梅田選手がセンターサークル内ゴールキーパーのポジションを見ると超ロングシュート、これが決まって4対0、 J リーグ週間ベストゴール第3位にも選ばれる超ロングシュートで、でね、鳥肌立ちましたよね、うん、びっくりしたっすね。あれはあそこを決めてくれんだという、テゲバのストライカーが見事やってくれたというゴールでした、はい、そして攻撃陣だけではなく守備陣も最後まで0点で守り、4対0で試合終了。5試合負けなしの3連勝は完勝のゲームでした。さあ、もうクリーンシートで大量得点、文句なしの快勝でしたけれども、はい、この試合の振り返りお願いします。まあ、なんか全体チーム全体でしっかり守備でハードワークして、それが攻撃につながったっていう試合だったと。はい、前節と同じく後半の早い時間に得点が決まって、またそこから流れも良くなったと思うんですけど、やっぱりこれまでの試合では好アシストも見せてきた青山選手のゴールから、まあ、流れが変わったんじゃないかなというふうに思うんですよね。なんか前の試合とかでもこういう話ラジオであったんですけど、やっぱりこう、はい、テゲバジャルミューザキってどのポジションの選手もゴールが狙えるっていう、確かに層の厚さを改めて感じさせられる一戦でしたね、はい、もうこの試合を見てどれだけの方が現地に見に行きたかったと思ったことかと思うんですけれども、ぜひ、ね、そう思った方はホームゲームにも足を運んでいただきたいです ね。さあ、次節は10月10日日曜日、アウェーにて FC 今治との対戦です。ありがとうサービス夢スタジアムにて13時キックオフとなっています。さあ、今3位につけていて首位も見えてきたリーグ戦、意気込みをお願いします。ここでまた連勝すれば優勝も見えてきて勢いに乗っていけると思うので、はい、まあ、選手たちはしっかり準備して勝利を届けたいと思います。はい、皆さんも熱い熱い応援をお願いします。以上、テゲバプレイバックのコーナーでした。電気、水道、空調、太陽光、リフォームなど暮らしの困っていることは明光社にご相談ください。明光社の優秀な技術スタッフがピカッと解決します。相談はフリーダイヤル 0120-786-640、 悩む無用と覚えてください。 T ポイントも使えます。ミヤコシティにサザエさんがやってくる、サザエさんってザ・リアル。リアルなサザエさんにリアルなアフレコ体験で、あなたもサザエさん一家に仲間入り。サザエさん展ザ・リアルは17日まで開催中。ミヤコシティにレッツゴー。皆さん、新富町といえばレンコン、赤ウミガメ、サーフィン、キュウリにピーマン、ちりめん、ライチ、そしてテゲバー。子や孫たちが帰ってきたくなる町へ、新富町はテゲバジャーロ宮崎を応援しています。テゲバコネクト。テゲバジャーロ宮崎全力応援番組、テゲバレイディオ J での挑戦。改めまして、本日ゲストはテゲバジャーロ宮崎背番号2番青山ひきる選手です。はい、お願いします。お願いします。なんか本当になんかオープニングで宣言した通り、はい、今日ちょっとなんか落ち着いてますね。いや、まあやっぱり大人になったので、はい、もう25歳ですしでやっぱスポンサー様とかもいるんではい、はい、真剣にしないとやっぱこういうのは
しっかり聞いてくださる方もいますし、そうなんですね、外からのサポーターの方がフリップで生きる起きてる、はい、細いからやってね、よくないっすよね、親御さんに言われるやつや、それはよくないっすよ、目細いからや親がそんな言っちゃダメっすよ、そういうこともできるんですね、青山選手、そうです、そういうツッコミもできるんですよ、いやでもね、あのサポーターの皆さんね、ちょっと見に来られた方もおやおやって思ってると思うんですけど、はい、前回あの歌われたじゃないですか、はい、歌をね、歌いましたね、香水を、結構長尺で歌われたじゃないですか、だいぶ、はいはい、その時ってあの普段喋ってるマイクとまた別でありましたね、歌歌う人が持ってるマイクが出る用のちゃんとしたマイクがありましたもんね、ないですね、だから歌わないんですよ、歌わないんですか、もう歌わないですよ、だって歌わないんですか、注意受けてるんで、あ、そうな、なんか前回歌うまい人引き連れてきますみたいな話でした、はい、いやいやいや、もうそうなのか、まあ、無理でしたね、40分ぐらいあるんでね、そうそう、日が変わるかな、変わることはもうないです、ね、今日は真面目にって決めて昨日の夜から、昨日の夜からイメージしてきてたんで、最近でしたね、あ、イメージ作ってきてくれたんです、ね、そうそうそう、真面目にするっていう、じゃあそんな真面目な青山選手と一緒にまずは先にですね、ちょっとヘゲバコネクトをお届けしたいと思います、はい、情報がねめちゃくちゃあるんですよ、ちょっといいですか、気になったのあるんですけど、観覧の席から局長結婚おめでとうってなんすか、関係ない、大丈夫ですか、流していいですか、うちのスタッフのプライベートな情報が、いや、よくないですよね、これは別に真実はどっちか分かんないですけど、流していいですか、そうっすよね、なんか薄れちゃうんで、はい、僕のゴールとかいろいろちょっとやめてもらいたいですね、その一応主役なんで僕大丈夫ですじゃあの真面目青山に、これは流しといた方がいいですね、はい、プライベートなんで、情報をお届けしていきたいと思います、はい、まずはもう早速あの情報からいっちゃって大丈夫ですかね、はい、先週からもう匂わせて勘のいい方は気づいていたというか、もう先週のゲストさんがポロッと言っちゃったんですけど、言っちゃったんですか、はい、あれですか、梅田、あのプレゼントです、ああ、梅田選手ですね、ダメですね、はい、なんと、はい、名校舎様から、はい、選手全員の、はい、サイン入りヘルメットを授かりました、すごい、ありがとうございます、本当にいつもありがとうございます。名校舎の皆さんのいつも安全を守っている本当に頑丈なヘルメットなんですけれども、通称テゲバのゴールをしっかり守ってくれる幸せの黄色いヘルメットとこちら呼ばれております。もうね、2桁と思ってないんじゃないですかね、サポーターさんの間でこのサイン入りのヘルメットっていうのは、ということでこちらですね、お一つご準備いただいてますのでプレゼントしたいと思います。ありがとうございます。ということで気になる、はい、これ被っていけば大丈夫ですもんね、試合中ゴール当たっても、あの名校舎の方もこれを被っていただいてゴール裏で守りを固めていただくっていうお話も以前されていたので、またちょっとね守りの層が厚くなりますよという嬉しいお知らせでございます。ということで、応募内容なんですけれども、ヘルメット希望の旨メールのみで受付したいと思います。メールだけです、よろしくお願いします。そして17日ですね、17日の鹿児島ユナイテッド FC 戦で、はい、ホーム戦に来られる方、はい、試合に来れる人でこれまで一度もヘルメットに当選していない人、あ、はい、で、応募締め切りが14日の放送前までね、なので来週かな、来週の木曜日のこの放送が始まる前8時までに、お送りいただければ、その放送日に発表、はい、来週の放送で発表したいと思いますので、ぜひふるってご参加ください。改めてヘルメット希望の旨をメールでお送りください。こちらのご連絡先とかはまた改めてこちらからもう一緒に掲載していただいた方がいいですかね。メールで、はい、メールにお名前、住所、電話番号、こちらお書き添えの上お送りください。改めて17日ホーム戦に来れる方、一度もヘルメット当選していない方、そして、応募締め切りは14日のこのラジオの放送前まで、14日の放送内で当選者の方は発表いたします。はい、メールアドレス、改めてお伝えしますね、リクエスト@3fm.co.jp、 リクエストはすべて小文字でお願いします。サンシャイン FM が聴けるスマートフォン専用アプリの FM プラプラからもメッセージをお送りいただけますので、どちらでも OK です、ぜひお寄せください。たくさんの応募
ね、お待ちしておりますね。待ってます。またちょっと守備に力を貸していただきたいですね。そうですね、お願いしたいです、はい、ぜひ皆さんご応募くださいというプレゼントのお知らせでございました、はい、続いてこのヘルメットをですね取りに来ていただく17日のホーム戦のご案内を入れたいと思います、はい、お願いします。10月17日日曜日は霧島酒造サンクスマッチ明治安田生命 J3 リーグ第23節ヘゲバジャーロ宮崎対鹿児島ユナイテッド FC 戦が開催されます。ユニリーバスタジアム新富にて13時キックオフ。なんと霧島酒造株式会社様がマッチデースポンサーに決定いたしましたよ。 お酒置いていただけるんですかね。どうなんですかね。ちょっと最近あの新商品も出たということで、はい、鈴霧島という新商品がそうですが出たんですよ。もうサポーターの方早い方はですねもうツイッターで飲んでますよってアップされてる方もいらっしゃるんですけれども、またあのイベント内容だったりとかはテゲバの公式ウェブサイトで告知があると思いますのでそちらをお楽しみに、はい、今季ホーム戦としては初めての南九州ダービーになるっていうことで、そうですね、かなりねチケットが売れておりますみたいですね。ジャックされるかもっていう、あの鹿児島の皆様なんかバスツアーで退去していらっしゃるということですので、これはねあの宮崎のサポーターの皆さんも負けちゃいられないですね。しっかり準備しとかないと、はい、ぜひあの一人でも多くお友達の方だったり、はい、ご家族の方誘って、であのチケットが本当にあのもう残りわずかになっている、ね、ということなので検討中の方はお早めにお願いいたしま します。前回あのアウェーでなんかこう焼酎は25度だっていう、ね、ありましたね、掲げられてましたけれども宮崎20度ですからね、はい、はい、ちょっとまたそこで20度の方が美味しいんじゃないかな、いただければなと思います。ぜひ、お早めにチケットの方を、ね、ご用意いただければと思います。そしてもう一個ですね、はい、その次のホームゲーム10月31日日曜日は明治安田生命 J3 リーグ第25節藤枝舞 FC 戦が、ユニリーバスタジアム新富にて開催されるんですけれども、この試合の前にですね、はい、もう皆さん普段からあの J リーグウォーキングアプリで歩いていただいてると思うんですけど、明治安田生命 J リーグウォーキング in ユニリーバスタジアム新富が開催されます。どういうことですか。イベントが何が行われるんですか。何が行われるかご紹介しますね。まあ、あのユニスタの周辺をですねサポーターの皆さんで、はい、まあ、歩いて健康になりましょうっていうものなんですけれども、こちらですね、受付が10時からでスタートが11時となっております。定員が500名、参加費無料です。無料です。ただ事前申し込みが必要となります。ゲストの方がいらっしゃいます。誰ですか。元サッカー日本代表で、はい、現在サッカー解説者そしてタレントとしても大活躍でいらっしゃいます、はい、武田信弘さん。お、来場予定とすごいですねこれは。出ておりますので、またちょっと貴重なお話だったりも聞けるかなと思いますのでね、ぜひ皆さんお越しください。改めて事前申し込みが必要ということなんですけれども、お問い合わせが明治安田生命保険相互会社宮崎支社の担当松山さん、お電話番号が 0985-23-5261、 もう一度お伝えしますね、担当松山さんです。 0985-23-5261。 そして本日お越しいただいている方はですね、スタジオの前に明治安田生命さんのあのランキングのボードがあるんですけど、そちらにですね、はい、チラシが入っておりまして、今裏側にですねあの電話番号も掲載されております。左下の方に掲載されている番号にご連絡いただくか、あとはウェブサイトなどもご確認いただければと思います。申し込み締め切りが10月21日なんですけど、定員になり次第締め切りということになります。早めにってことですね。早めに、もうね、あの宮崎県民の方はですねちょっとあののんびりですか、ね、そうのんびり、ちょっと割と私含め、僕も含め、あれもう染まってますよ。もう染まってるんですね。嬉しいことですけれども、ここは早く応募いただければと思います、はい、そして一つちょっと嬉しい特典がまたありまして、はい、参加した方には観戦チケットプレゼントとなっておりますので、ぜひねお友達やご家族誘っていただいて歩いて健康になりましょう。もう一つこの日にですねまたイベントがあるんですけど、はい、創作ダンスのイベントも開催されます。あ、はいはい、
ね、あの青山選手ピントきたかなと思うんですけれども、ね、はい、テゲバジャール宮崎の選手の名前をもとにダンスを作って、試合前にユニリーバスタジアム新富のピッチでダンスを披露しましょうというイベントなんですけど、以前もね、青山選手生き目台西小学校に、はい、足を運んで黒瀬選手と一緒に、そうですね、実際に生徒さんと一緒にね踊りましたね。踊りましたけどどうでした？いや、クオリティ高いですよ。創作ダンスクオリティ高くて、うん、結構楽しいです。楽しい。踊ってみてもぜひね。こちらのお子さんに参加いただきたいイベントなんですけれども、対象の方がですね、小学3年生から6年生の方、先着30名となっております。定員に達し次第締め切りです、はい、イベント時間がまだ未定なんですけど、11時45分から13時の間で10分程度で行うという予定です。でこちらもあの参加いただいた方ですね、お子様ご本人と保護者の方1名様分のゴール裏席のチケット、うん、プレゼントということですので、ぜひご応募ください。お申し込み期限が10月10日日曜日なんで、もうすぐですね、はい、今週の日曜日までのお申し込みとなっております。あとお申し込みいただいたお子様には事前に創作ダンスのワークショップにもご参加いただくことになっております。こちら10月23日土曜日、新富町の町体育館で行われるということで、詳しくはテゲバジャール宮崎のホームページご覧ください。さあ、いろいろ盛りだくさんでご紹介したいんですけど、はい、こういうイベントとかもね、どんどん開催されるようになるとやっぱ楽しいですもんね。サポーターの皆さんもぜひご参加いただければと思います。以上、インフォメーションお伝えいたしました。では続きまして、曲をお届けしたいと思います。ツイッターでサポーターの皆さんからいただきましたハッシュタグ勝手に1曲目予想からお届けします。生き物係でブルーバード。何ですかこれ。え、何ですか。え、ちょっと、はい、リコーダー吹いたろうかなと思って、説明しても、久しぶりに説明してもらっていいですか。あのオープニングで今日はちゃんとするって言われたじゃないですか。それ何ですか。そこの100均で買ってきたんですけど、そこのもうすぐ同じフロアにあるセリアさんで買ってきた。そう、セリアさんで買わせていただいたんですけど、はい、4-3、4年3組だったんですか。4年3組で久しぶりに弾いたんですけどめっちゃむずいっすね。いつぶりですか弾くの。中学校1年ぶりぐらいですね。だいぶブランクありましたけど、十何年ぶりにキラキラ星を、ね、青山一休で弾かせていただきました皆さんいかがでしたでしょうか。いかがでしたか。ちょっともうなんか皆さん今ちょっとスマホしばーって触ってるんで、多分拡散されてますよ今。ちょっと前回歌に本当にもうクビになるかもしれないですね。やってくれますね本当にもうそのリコーダーをなんか今日バーってリュックで入ってきたと思って、どっかお出かけしてきたかなって思ったら、リコーダー入れる歌に4の3って書いてる。でも書いてるんですか、うん、袋には書かなくていいじゃないですか。いや、袋なくなった時あったじゃないですかこんなん、うんうん、あ、懐かしい。これ懐かしくないですか。何使うんですかね、なんか細い棒みたいなやつ。あ、中のね、登場するやつ、ね、こうガーゼみたいなつけてこう洗うやつです。こう、うん、あ、すごい、100均なのにそういうのまでついてるんですね。お揃いのが欲しい方はなんかピンクのラメ入りのやつですかね、ぜひあのぜひお買い求めいただいて、欲しい人はツイッターで言ってくれれば。え、それくれるんですか消毒を30回ぐらい。これよくないぞこれダメですよ、持って帰ってください。持って帰りますちゃんと。はい、ということでさすがですね、やっぱりなんかちょっと悩みましたね。さっきまで通りでなんか心ここにあらずだなと思ってなんか今日そっけないなって思ってたんですよ。アンナさんが言ってること何も聞こえてなかったんですよずっと顔出しても汗がです。もうずっと冷や汗ばっかやってたんですけれども、ありがとうございます。よかったです、うん、これも楽しんでいただけましたかね。はい、もう青山生きるエンターテインメントショー、よかったです。拍手喝采。よかったです。全然ここだけっすよ多分個人的にめちゃくちゃ面白くてちょっとあー面白い。
や、はい、私にも言ったんですよ、うん、今日リコーダーするわみたいな言ったんですか。あいつは爆笑してくれました、ね、あだちょっと私木選手とツボ一緒かもしれない。いや一緒っすよ多分あいつと一緒はやばいっすよ。あ面白かった。次楽しみにしてます。次はもうないっすってないっすもん。さあということでね、なんかこう青山選手がすごいたくさんのサポーターの皆さんにこう愛される理由っていうのがまた一つ、はい、愛されてるんですかね。愛しかないでしょうよ。いやちょっともうないじりに来てますね最近感じてます愛されてるってより愛ですよね。ほら、うんうん、これでほらもううなずき方がいじってますもん絶対あいつただ目細いしか言わないですもん誰も言ってないですよ。サポーターの人は青山選手あのメールとかもねいろいろ来てるんでね、はい、お願いします、はい、たくさん来てますよ。もうこういうのもご紹介していきたいと思います。さあということで、まあ、4月11日の鳥取戦で青山選手は J リーグデビューを。あ鳥取戦でしたっけ。どのことですっけ。多分あんま記憶ないですけど。あそうですね、なんかこう緊張しててみたいな話も前回ラジオでされてたかなって思うんですけど、まあ、そこからスタメンにも定着してすごくテゲバにとって頼もしい存在ですけれども、前節は J 初ゴールも決めましておめでとうございます。ありがとうございます。今シーズンのご自身の活躍手応えっていうのは感じてますか。いや、まあ、やっとその前節 前節でアシストと前節のゴールで、まあ、ちょっと数字的に貢献でき始めたかなっていう感じで、うん、まず全体的には納得はできてないのでこれから頑張んないとなって思ってます。今シーズンの残り試合でもどんな活躍を見せてくれるのか楽しみなところなんですけど、はい、あの今シーズン入ってまたちょっとね見てる人が増えた感覚があるっていうお話も出ていて、はい、まあ、特にこう指導者の方からもっと試合出ろよみたいな、はい、こう叱咤激励も ね来てたということなんですけど、まさにそれに応える活躍を、はい、今シーズン見せてくれますよね。あのそまた引き続き連絡とかって来たりしてますか。そういうこの指導者のゴール決めた時は、うん、初ゴールおめでとうってやっぱ来てめちゃくちゃ来たんじゃないですか。結構来ましたね。たくさん来て嬉しかったですね。でですよ、あのなんか、はい、開幕前にラジオに出演いただいた時開幕前ですねだったかなと思うんですけど、ちょっとね、はい、あのある約束をしてましたね。したんですよね。そういえば開幕戦ではい点を取ったらあのうちの局長さんのサインが欲しい、はい、言いましたね。私物とサインみたいな、なんか、はい、あ私物までなんか言ってましたよね。私物は言ってないかな。サインが欲しいですっていう、サイン欲しいっつって、はい、でもまあ開幕戦ですけどダメだからっつって、でも試合会場で、そうそう試合会場で声かけてくれたんですよね。それはシーズン中でって言われて、うん、シャッつって、うん、局長も覚えてたんやってすごく感動してましたけど、見事ゴール決めたんで、うん、もらえるのかな。おめでとうございます。どんなサインか気になるなみんなには見せないですからね俺 SNS とかでも。めっちゃ独占するじゃないですか入ってきた瞬間すごい目キラキラさせてもらえますで第一声が局長へのサインやったっすもんね。めちゃくちゃ嬉しそうだったんですよ。でももうねあの見事ゴール決めたということで、またあの2人でちょっとやり取りしていただいて、はい、お願いします、はい、サインいただければなと思います。さあということでメールご紹介したいと思います。たくさんいただいてる、ね、はい、お願いします。ラジオネームみなともさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。青山選手こんばんは。ガイナーレ戦ではついについに J 初ゴールおめでとうございます。これまでも守備はもちろんチャンスを生み出すクロスなど青山選手の全力プレーなくしてテゲバの好調はないと思っていましたが、ゴールを決めた瞬間はテレビの前で喜び爆発でした。また同じ日に青山選手が以前お名前を挙げていた尊敬する先輩アスルクラロ沼津の宇流康生選手も、はい、移籍後初ゴールを決めるというすごいおめでたい偶然が重なっても鳥肌もんでした。宇流選手とは連絡とかありましたか。これからもずっと応援します。頑張ってください。ありがとうございます。前回ねあのラジオに出演いただいた時も、はい、あの対戦したい相手が、まあ、沼津ということで、はい、高校大学が一緒で1個上の先輩になられるっていうことなんですよね、はい、どうでしたか。なんかこういや終わっやったなみたいな。終わってでなんか他の会場の結果見たら沼津で宇流康生決めてたんで、はい、連絡してすぐおめでとうございますみたいな、そしたらお前もなみたいな感じで、少しその日は連絡取って、終わりましたね。漫画まあ頑張れよみたいなお互い、うん、あいいですね。なんかこう、はい、同じカテゴリーの中にもこうクラブを超えてまた切磋琢磨できる存在がいるっていうことですよ ね, すね。
まあ、そしてラジオネームユニスタエゴさんからいただきました。ありがとうございます。青山選手 J 初ゴールおめでとうございます。ありがとうございます。みんなの手洗い祝福が痛そうだったけど見ていて嬉しくなりました。沼津戦の梅田選手へのアシストもピタッと決まっていてすごかったです。あとこれすごいなと思ったのが福島戦の橋本選手への超ロングアシスト。 あれって橋本選手の動きだし見えてたんですよねといただいてるんですけど、改めてちょっとハイライトでこのアシストシーンもちょっとまた見たんですけど、はい、改めてすごいロングアシストでしたよ ね、 ねすごかったっすね。それを橋本選手が受けてもうそのままゴールまで走っていって、はい、見事隅の方に決めたっていうすごい連携だったんですけど、これ橋本選手の動きっていうのは、まあ、見えてたというか、まあ、受ける前にある程度位置確認して、でその前の飲水で話してたんですよ、どこに走ってみたいな、うん、でその次のプレーだったんで、まあ、最初だけ見て、うん、タッチしてから見てなかったっすと。じゃあもうそこにいるだろうっていう信頼で、で蹴りましたね、あの時は。アシスト、はい、見事ということですね。そしてね、気になったのがみんなの手洗い祝福っていうことでかなりもみくちゃにされてたんですけど、はい、奥田選手から技かけられてませんでした。そうですね、なんか投げられてましたねいつの間にか。なんか武道の技みたいな、急になんか柔道始まったかなと思いましたよ。ちょっと大丈夫かなって思ったんですけど、それだけね、皆さんもね、青山選手のゴールを喜んでくれてたってことですね、はい、さあもうちょっとメッセージいこうかな。ラジオネームさえママさんからいただきました。ありがとうございます。今日観覧に来てくださってますね、ありがとうございます。青山選手、アンナちゃん、こんばんは。こんばんは。青山選手、前節の鳥取戦では J 初ゴールおめでとうございます。めちゃくちゃかっこよかったです。ありがとうございます。翌日職場では手際の話でかなり盛り上がりましたよ。青山選手っていう人、プレーはかなりアグレッシブなのに笑顔が可愛くてギャップだよねと職場で青山選手推しが増えてます。あ、そうなんですか。うん、そうです。ありがとうございます。そんな青山選手に質問なんですが、試合前に必ずやるルーティーンみたいなものはありますか？旦那が最近テゲバを応援し始めて、選手って試合前どんなことしてるんだろうねと興味津々でした。ぜひ教えてください。はい、いただいてます。はい、ルーティーンですか。うん、絶対するっていうのは、朝お湯を左右、うん、はい、左右を飲むのと、あとはスパイクを左足から履いて、うん、右足から紐を結ぶっていうのは、お、試合の時はそれだけですね。その2つだけ絶対してるっす。いつから、ちなみにそれって今年からっすね。うん、今まではそんななかったっす。あんまりもうルーティンとか決めずに、はい、普段通りにそのままの動きをしてたけど、はい、左右調子いいですか？なんかいいって、ね、お腹の調子良くなるんで。あ、そうなんですね。でも確かにリラックスするんで大事かもしれない。体も中から温まりますしね。はい、はい、だそうです。左右を飲んで、スパイク左足から履いて、右足から紐を結んで、こんがらがりそう。大丈夫です。もう慣れたら。ぜひ出勤の際に測れるべきね。出勤の時は多分いいっす。いや、今日も戦うぞっていう。お湯飲むぐらいにしとったらいいです。いや、もう今日の俺にはもう青山生きるが憑依してるんだっていうね。思いでぜひやっていただければと思います。これ本当に選手の方とかね、いろいろお話聞くと本当にルーティーン様々で、はい、こういうのやってます、なんか歯磨きしますとかね、会場で、ね、みんなとかもむしろ本当に何もないですっていう人だったりとかね、いらっしゃいますけど、こういうお話聞くのも楽しいですね。ラジオネーム愛野さん、ありがとうございます。アンナちゃん、イキルくん、こんばんは。こんばんは。イキルくん、ガイナーレ鳥取戦での J 初ゴール本当にびっくりしました。おめでとうございます。ありがとうございます。次のホーム戦も楽しみにしています、はい、そしてインスタのストーリーで久しぶりに、はい、ハッシュタグ今日の赤塚さんが上がっていて嬉しくなりました。これからもたくさん待っています。わかりました。赤塚レイ選手、はい、いたんですけどね、はい、まあ、みんな忘れてると思うんですけど。忘れてないですよ。そう、なんかまあ今日の赤塚さんっていうのをやってて、うん、それ今までやってたんですけど、でこれからもやるよって言ってたんですけどやってなくて、うん、で久々にテレビ電話してやろうっつって、はい、あいつは嫌がってたんですけど口では嫌がってたんですけど、多分嬉しそうでしたね。やっぱりこうね、宮崎での忘れないでくれよっていう、美味しくなってましたよ、うん、いけばいいなっつって、やっ
かね、なんかこういうなかなかこういう状況で宮崎にねこう遊びに行きたいと思っても来れない状況だったと思うんですけれども、ね、また行き来がね、はい、できるようになったら今度は実際に、そうですね、実際に目の前で何かやらせて、ね、楽しいなって思いますよ。期待しててください、うん、なんかこうクラブが変わってもね、なんかこういう風に繋がれるっていうのはすごい素敵なことですよね、はい、ちなみに何どんなあげたんですか、そのテレビ電話の。テレビ電話で撮るからっつって変顔さして3枚ぐらい撮って結構撮りましたね。でそれで選ばせて載せました、うん、どれが一番いいかっていうことですね。もうこれもうストーリーだから聞いちゃってますかね。聞いてるんで、うん、今日また載せましょうか。あ、じゃあ見たい方は別のパターンで、はい、青山選手のじゃ選ばれなかった残りの2枚のどれかが上がるっていうことです。同じ顔やった気がするな。なんか彼の中で違いがあったんでしょうね。あったんでしょうね、うん、もうちょっとメッセージ読んでて大丈夫ですかね。はい、じゃあここで一旦ちょっと青山選手の汗が止まらなくなってきましたので、前の汗がすごいいろんなとこから出てる曲をお届けしたいと思います。続いてお届けする曲は青山選手おすすめの一曲です。これ聞いてね、ちょっと心を沸かせましょうかね。沸かせましょう皆さん。ケツメイシで小さな幸せ。ということで青山選手おすすめの1曲お聴きいただきました。ちょっと心落ち着きましたかね。落ち着きましたね。大丈夫ですか。はい、はい、このブースの中今ね、あの空調の温度24度なんですけど、うん、涼しいですね。汗が止まらないですね。いや、もう落ち着きました大丈夫ですか。涼しいです。はい、まあね、さっきちょっとリコーダー演奏会、はい、急に開催されて学芸会みたいになってましたね。なんかいっぱいいろいろつぶやき来てるんですけど。なんて来てます。 The First Take って来てます。いややりましょうリコーダーで選手それぞれの The First Take、J リーガーだからねいやじゃあここにいたらもうその意識はなくなるんで。あ、本当ですか、うん、ガチでリコーダーしてたんかい。ゲストのたびにリコーダーの種類変えてこう。オカリナとかどうです。はい、え、次のやつそれやらせましょう。ハーモニカとかでもまあちょっとリコーダーより難しいですよね。え、タンバリンとか次のやつさせましょう。あ、いいっすね。なんかあの鈴とかね。鈴とかで、うん、誰かな次誰ですかねマジやらせましょう。音楽の授業の参観日ですかなどなどいただいてるんですけれどもね。文化祭の季節ですもんね。リアクションありがとうございます。皆さんの手に取られましたかね。2021秋テゲバ J リーグ1年目の戦いだよりっていうのが、はい、あのオフィシャルショップの前の方でこれ無料配布されていたんですけど、はい、もう表紙奥田博樹さん、奥田選手かっこいいですね。バーンと載っているんですけど、真ん中には残り4試合のホーム戦のこう詳細案内でしたりとか、はい、あとはインタビューとかですね。注目いただきたいのがあの、はい、背表紙の2021テゲバジャール宮崎メンバーっていう選手名鑑が載ってるんですけど、一人ずつのなんかこう紹介が書いてあるんですよ。なんか結構個性が爆発してるんですよね。青山選手なんて書いてあります。俺の生放送のラジオ番組中前触れなく歌を歌い MC を困らせた。そういうのって普通褒めるんじゃないですか。ちょっといや大体ね、なんかあの藤岡選手、はい、整った顔立ちからテゲバのプリンスと呼ばれている。その差なんなんですかね。そのやっぱプリンスとねえ、他にもこれぜひ皆さん手に取っていただいてね、そうですね、あの私が紹介しちゃうと楽しみがね、なくなっちゃうかと思いますので、ぜひテゲバのオフィシャルショップの前に置いてありますのでご覧ください。取りに来てください。意外な一面が知れるかもしれません、はい。ラジオネームクーさんからいただきました。アンナちゃん、生きる選手こんばん こんばんは。サッカーとテゲバについてではなくて、個人的に生きる選手にずっと聞いてみたいことがあるので質問させてください、はい。生きるという名前がかっこよすぎて惚れました。名前の由来を教えてください。かっこいいですかね、生きるって。うん、人生で私初めて出会いました、生きるさんっていう。自分も会ったことないですね。うん、かっこいいですよね、この一文字で生きるっていう。いじられますけどね。本当ですか。生卵とか中学校時代は生卵って言われてましたよあ、だんだん生卵だったんですか。そうです、生とか、うん、生ビールとか、うん、いろんなあだ名がついてたんですけれども。由来ですか。うん、由来は聞いたことありますか。なんか授業で聞いて。あ、ありますよね。あるですよね、うん、なんか自分の名前の由来みたいな、うん、で家で聞いた時はなんかただ生きてほしいみたいな。あ、ただなんか暗くはならないですけど、こう、うん、自殺が起こったらしいんですよ、自分が生まれる時に。小学生ぐらいの子たちの、うん、だからとにかく
ただ生きてほしいみたいな、うんうん、生きとけば何でもいいみたいな。じゃあもう青山選手が生まれた時の、まあ、ちょっとその世の中の状況だったりで悲しいことが多くて、生きてほしい、ただ生きてほしいって言ったらリコーダー吹いてましたね元気に育ちましたよね。もう素敵じゃないですか。ご兄弟の方だったりとかも結構なんか一文字の名前だったりとか。いや4人男で。あ、4人兄弟なんですね。他はそんな変わらないですね、うん、でもなんか素敵なね、本当にもう多分親御さんって言えばそういう気持ちだと思うんですよ。多分そうですね。もう元気に生きていてくれればそれでいいっていう思いだと思うので、そんなね素敵なあったかい思いが込められているお名前なんですね。はい、かっこよすぎて惚れました。いや惚れるかなまあ今日のリコーダーでも多分ファンが爆増したと思いますのでね。はい、減る可能性もありますけどね、まあ、インスタのフォロワー数チェックしておいてください。多分減りますね、あの前後でリコアフターでねそれがあの評価だと思いますので。そうですね。ラジオネームトラッキーさん、青山選手 J リーグ初得点おめでとうございます。ありがとうございます。もっとオーバーラップして切れ込んでのラストパス、得点シーンを見せてください、はい、今シーズンチーム目標7位じゃなくて優勝しちゃってください、はい、といただいてます。ありがとうございます。もういいですね、なんかこういうなんかもっともっと、そうですね、頑張ろうってありますね。お前ならもっとできるぞっていうなんかすごい、はい、ありがたいです。熱いものをこのメッセージからは感じるんですけれども、本当にねあのシーズン目標がクラブで、まあ、リーグ7位っていう話してたんですけれども、ちょっとここは本当にもう優勝を狙ってほしいなっていうのがサポーターの皆さんの願いだと思いますし、はい、選手の皆さん頑張ってますのでね、はい、この活躍ぜひ会場に本当にそうですね来てほしいなっていうふうに思います。来てみたい、いただきたいですね、うん、もう来たらね絶対好きになるっていうのは今日来てくださってるサポーターの皆さんも証明してくださると思いますので、はい、ぜひあの実際にその会場で見る試合の雰囲気っていうのを一度皆さんまず一度、はい、ね、まず来てほしいなって思いますね。さあまだまだいただいてるんですけれども、シャチさんからです。ありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいてます。今日は一言、生きるくん、はい、生歌期待かっこ吠え来てるんですけども、ね、それ以上のものをね、すいません生歌じゃなくて、もう最高でしたね、リコーダーでよかったのかな、素敵ですよ、ありがとうございます。そしてねあのもう早速名校舎さんのヘルメットの応募の方にもいただいてましてありがとうございます。改めてお伝えするんですけど名校舎様から選手全員のサイン入りヘルメット、通称テゲバのゴールをしっかり守ってくれる幸せの黄色いヘルメットをプレゼントします。ヘルメット希望の旨メールのみでお送りください、リクエストアットマーク 3fm.co.jp まで、17日のホーム戦に来れる方となります。一度もヘルメットに当選していない方お送りください。14日のこの番組放送前までにお送りください。14日の放送内で発表いたします。またあのサンシャイン FM のツイッターにも上がってますのでご覧ください。ということであっという間のお時間でしたけれども、最後に青山選手、はい、今日お越しいただいているサポーターの皆さんに熱いメッセージをお願いします。はい、今日は1時間聞いていただきありがとうございました。次回のアウェー今治戦でも、まあ、チーム一丸となって全員で勝利をサポーターの方に届けるので、ぜひ応援よろしくお願いします。はい。またあのね。はい。でまあ優勝したら、はい、優勝じゃねえわ。今治戦勝ったら、はい、リコーダーでも吹いて、はい、誰かに吹かせて SNS 載せるんで。頑張ります。それできるように。はい。楽しみにしております。はい、なんかこうリコーダーが定着していくのかな。なんかまた、ね、新たな始まりが楽しみなんですけれども。また引きとかに、はい、後輩に吹かせます。あ、いいですね。できそうなやつ。そうだな。また次回ゲストで来ていただけるときはどんな、ね、いやまあ、催し物をしてくださるのか、もうないっすね、楽しみに、もうないっす、また皆さん、はい、ぜひアーカイブの方でも何回も聞いてください。はい、お願いします。ということであっという間のお時間でした。皆さん最後は一緒にテゲバイバイで締めたいと思います。テゲバジャール宮崎全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦、また来週です。さあそれでは皆さんいきますよ、はい、せーの、テゲバイバイ。